前回のボンボンクラフト。猫を飼っている猫をモチーフにした何か、はい、かわいいやつを、かわいいやつを、あれ何かな、何かも大丈夫、猫の鳴き声、ちょっと嬉しい感じの皆さんこんにちは、ボンボンクラフトのお時間です。イエイ、お相手は私、じゃじゃーん、菊池とご飯です。はい、ゲストのご飯さんを前回に引き続きお招きしてボンボンタンを作っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速今まで作ったものが、この画面に映っております。ヨガオムライスと、メロンソーダと猫ちゃんですね、うん、はい、ではではここから通していきましょうか。やっぱもう夏じゃないですか。夏といえば、はい、プールじゃないですか。プールですね。プール作りたいな、なんかこう水遊びしたいな。そうですよね、この水大好きですよ、ね、私のマイクラ結構水で遊ぶ、はい、水の滝みたいのがしょっちゅう見てもらったら分かるんですけどどこら中に滝がありますもんね。じゃあプールとスライダー的なものにしましょう。で、あの 手からこうスーッとね、どっかこうぐーっと回ってプールに入り込むっていう、うん、そういう大作戦やりましょう、うん、いいじゃないですか。はい、プールとか行かれます？あ、最近は行ってないですね。海ですね。あ、海に行かれるんですか？海行きます。水着を着て。何を着ていくんですかプール行きます？プールしばらく行ってないですね。あ、でも海は2年ぐらい前行ったかな、うんうんうん、泳げます？僕は海の子なんで佐渡島あ、まあ、海の子なんで。え、佐渡島、じゃあ森とかついちゃう感じ。ああ、そうですそうです、うん、あ、じゃあ小さい時から馴染みがあるんですね。そうですね、だから逆にプールでは泳げにくいですよね。早くは泳げない。泳げはしますけど、早くは泳げない。共演はできない。はい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 。噴水にしましょうか。どうやってするんですか？噴水場に。じゃじゃーん。下にもうちょっと溜めたいですからね。あ、そうです。セーブポイント。本田さん。RPG の水って増やせます？水多分器の縁から流せば大丈夫と思います。そしてはい、ということで、夏に向けてプールを作ったわけですけど、はい、放送はあるんですけど、ゴール地点となるプールが完成いたしました、うん、イエーイ。それでは見ましょう、こちらです。じゃじゃーんちょっと他のものと比べるとちょっとちっちゃいけど、ちょっとこれはこれでいいんじゃないかなと思います。この猫ちゃんのね、神聖な ここにみんながだからお金入れて願い事をするよくあるやつです、うん、願い事をすると健康でありますようにっていう、そういうスポットでございます。素敵です。で、ここに、うまいことスライダーをねぶち込むっていうのを次回やっていきたいと思います、はい、ということで今回はここまでとなります。この動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを押してください。またチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということでゲストのごはんさんと、はい、ゴールのプールを今回作りました、うん、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もご視聴ください。それではさよなら。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。